今日 iPhone16 とプロモデル届きました。16めっちゃいいぞ。昨年に続き物理ボタンが増えて、側面ね、そのうちボタンで埋め尽くされそうになるんじゃないのかな。 iPhone16、 いつもなら新機能はプロモデルのみ採用し、差別化を図ってきた iPhone ですが、珍しいことにこのカメラコントロールボタンは廉価版でもある iPhone16 にも搭載しています。じゃあ無印が買いじゃん、という結論は一旦保留にして、プロとの比較、ファーストインプレッションの回です。今回は iPhone16 と 16Pro の見た目や機能性、そして主にカメラ性能について比較を説明し、感想をお伝えしていきます。もちろんファーストインプレッションということで、今後さらに使い込んでしっかりとしたレビューを作成していきます。 iPhone の進化した点で不明な点、個人的な質問あったらコメントにね、どんどん書いていってください。その中のコメントをいくつかつまんで次の動画で検証します。そのためにもぜひチャンネル登録の方お願いします。デザインについて、 iPhone16 のデザインはカラーインフューズドガラスと言われるガラスに色を埋め込んだ素材を使用しています。この素材自体は15から変わりなく、材質や質感に変更はありません。マット感のある触り心地は持っていて心地よくってね、この無印の16の時点でも、もう高級感半端ないです。対する 16Pro は裏面テクスチャードマットガラスを使用しています。この素材は滑りにくく、指紋や汚れがつきにくい特徴を持っています。こっちもね、手にフィットしやすく持ちやすいって感じですね。背面に使われているガラス素材に大きな質感の変更はないものの、よりマットでサラサラとした高級感を感じるのは、やっぱプロモデルなのかなって感じはするんですけど、ほとんど大差ないです。もう無印の時点でもね、すごい質感いいんですよ。16のサイドフレームはマット加工がされたアルミニウム素材で、もう指紋とかテカリほとんど気になりません。プロモデルには昨年より採用されたチタニウム素材を続投しています。合成や質感に優れていて、やっぱ高級感半端ないですよね、アルミニウム。ただし個人的な感想で言うと、16とプロモデル、16のマットなアルミニウムの方が指紋気になりません。こっちの方がね、よりサラサラしてるって感じがするんですよ。チタニウムのサイドフレームはなんかね、持って普通に使っていると指紋とかは割と見えてくるというか、サイドフレームに関しては僕ね、16無印の方が好みだったりします。昨年モデルの15 Pro、 1年間使用していましたが、傷見当たりません。それほどね、合成高いのかなって感じはするんですけど、ところで皆さん iPhone にケースってつけてますかね。結構ね、このケースつけないで使用している方の X とかを見ると、さすがにね、チタニウムとはいえ、ぶつければ傷は入るみたいですね。16のカメラの位置は縦に並んだデザインとなっています。これは気ままな変更っていうわけではなく、空間ビデオや空間写真ができるように、合理的にね、配置されたデザインであり、意図があって縦に並んでたりします。少なくともね、デザイン面で関しても斜めに並んでいるカメラの位置より、こっちの方がね、シンプルでかっこいいなって思ってます。プロモデルのカメラデザインは変わりません。正確にはほんの少しね、半径を修正してデザイン性を極限まで高めていたりもしています。 iPhone16 の 6.1 インチスーパーリティーナ XDR ディスプレイはこれまでの iPhone15 とほとんど変わることがなく、最大 120Hz のリフレッシュレートと常時表示のディスプレイはプロモデルだけの機能となっています。ちなみに無印はリフレッシュレート最大60となっています。ここやっぱ賛否両論あって、10万以上の機種なのに未だにね、リフレッシュレート60はひどいんじゃないかみたいなね、意見がよく耳に入ってきます。常時表示は常にデスク上で時計を表示させたりできますが、ほとんどの人にとってはなくても大きくは困らないんではないでしょうか。最近ね、界隈ではスマホに高リフレッシュレートは不要だと唱える人がいて、いろんなね、討論されて賛否ありました。もちろん個人的には高い方がいいと思ってます。アニメーションとスクロール体験が底上げされて、 iOS の UI 全体の体験価値がもうワンランク向上してる感じがするんですよね。プロモデルのベゼルは Apple 史上最も細く、より広い表示エリアを獲得しました。屋外では最大2000ニトと明るくはっきりとした画面、就寝前のベッドでは最小1ニトで使うことができます。今年のアップデートの目玉でもあるカメラコントロールボタン、ボタンを短く押すとカメラが起動できて、さらに感圧センサーによってスライド操作をするとズーム倍率を変更することができます。
ズームだけではなく、指の感圧2回タップすることによって露出や被写界深度などカメラのコントロールもこのボタンから変更することができるんですよね。これが正直評価が難しい。画面をタップしてズーム倍率を変更したり、まあ露出の変更をしたりする操作よりも極端に便利になったって感じがあんまりしないんですよね。まあ、話は変わるんですが、 Xiaomi 14 Ultra でまるで本物のカメラのような撮影体験が得られるのは非常に楽しく、また狙った瞬間も見逃しません。まあ、iPhone でも外付けのクリップがなくって、ボタン一つでカメラが起動できたり、まあ、コントロールの類を瞬時に変更できるのは素晴らしい機能だとは感じました。まあ、ちなみに縦持ちでもこのカメラコントロールボタン意外と操作性相性が良くって、まあ、細かいズームを行う際はこのボタンね結構重宝しそうです。逆にこうやって横持ちにすると、こういった持ち方だと人差し指がちょっとね遠いんですよね。なのでこう持たないといけない。ちょっと感覚の話で申し訳ないんですけど、意外と横持ちより縦持ちの方が相性良かったりします。まあ、ただね、実際どれくらい役に立つのかっていうのはもう少し長い期間使ってからレビューをしようと思います。 iPhone 16 シリーズを使った体験のレビューっていうのは今後もね数本上げていく予定なので、気になっている方、ぜひね、今のうちチャンネル登録の方お願いします。カメラボタンに続き、カメラ性能について。おそらく多くの人は去年の iPhone とのカメラ性能の差、まあ、さらには iPhone 16 とプロモデルの画質や使い勝手どう違うのかが気になっている人も多いと思います。 iPhone 16 はデュアルカメラシステムを採用していて、これまでの iPhone と同じくプロかそうでないかは一目でわかる見た目をしています。プロモデルのアイデンティティを保つための戦略って感じがして、まあうまいな、ずるいなと思ってます。光学のズームは 0.5 倍、1倍、2倍に対応していて、プロモデルは5倍まで寄ることができるため、マクロ撮影にも対応しています。 iPhone 16 は超高画質な48メガピクセルの写真撮影機能と光学2倍の望遠を組み合わせた48メガピクセルフュージョンカメラというメインカメラを新たに搭載しました。優れた画質処理に加え、ディープフュージョン機能を使って暗い場所でも鮮明な写真を撮影でき、瞬時に撮影した画像を高解像度で生成してきます。こんな感じでいろいろ写真撮ってきました。久しぶりにね、自分の手で iPhone 触って写真撮ったんですけど、やばいっすねこれ本当に。iPhone 16で撮った写真、 iPhone 16 Pro で撮った写真、ほぼほぼ遜色ないし、どっちで撮ったかなんてね正直わかんないです。やっぱり違いとしてはプロシリーズのみにある5倍のズーム、無印でもデジタルズームによって5倍のズームっていうのはできるんですけど、まあ、かなり画像荒いので、ズームを多用する方にとってはやっぱりねプロモデルの方が、まあ、1本も2本もリードしてるかなという印象です。対して超広角とか広角標準ズームに関してはもう本当どっちで撮ったかもわからないくらい、どっちもめちゃめちゃ綺麗です。超広角を使ったマクロではこんだけの解像度があるので、 iPhone やっぱやばいっすよね。はい、動画性能についてもこんな感じ。もうね、色味に関しては正直 iPhone 感ある色味っていうのは感じるんですが、もうこのブレのなさですよね。もう歩いてはいるんですけど、もうほとんどこの手ブレみたいなものに関しては感じないし、若干ゴースト乗ってたりもするんですけど、もう素晴らしいの一言です。もう一般的にね、家族写真とか、そういった写真を撮る方はもちろんクリエイターにも使われるような機種なんで、やっぱビビりました。久しぶりに使いました iPhone。この章の導入でもお伝えした通り、無印もプロも画質自体はめちゃめちゃいいです。ズームをどれだけ多用するかが、まあ、使い方の分かれ道になるかなっていう印象ですね。iPhone 16、16 Plus のビデオ撮影は基本的な性能は iPhone 15 と同じですが、大きな変化は空間収録への対応です。ビデオ撮影時に音声を 3D 空間で録音し、立体的なサウンドを提供する機能で、視聴者にはまるでその場にいるような臨場感を体験できます。16 Pro は新しく 4K120p のドルビービジョンに対応し、Apple 史上最高解像度の映像が撮影可能となりました。滑らかなスローモーション撮影が可能となり、色彩や明暗のディティールもよりリアルに表現され、映画のようなクオリティの動画を手軽にね撮影できるのが特徴です。僕たちは映画なんか撮らないですと散々言われてきましたが、実際にスローモーションにするとどうでしょうか。やはりね、美しく思い出を残すことはできそうですが、多くの人にとっては過剰な性能ではありそうです。今回の iPhone 発表時のファーストインプレッションは、
iPhone16 シリーズはいずれも美しく堅牢な作りで着実な進化を感じます。まあ、実際にこの2台使ってみた感じ、無印である iPhone16 の印象がすごくね、よく感じました。というのも本体の質感、プロシリーズと比べて劣っているっていう感じはほんとないです。プロシリーズと比べるとベゼルがやや太く感じたりするものの、チタニウムのプロシリーズよりも16の方が指紋とか目立たないし、背面の質感とかもね、もうほとんど一緒なんですよね。これほんとすごい。今年16無印、マジで買いかなって思ってます。もちろんこの16 Pro のカメラ性能、特に無印にはない5倍のカメラですよね。このよりっていうのは本当に強くって、プロシリーズにしか撮れない、まあ、最高のねメリットではあると思ってます。ただやっぱね、ブラックだとチタニウムフレーム、ほんと指紋目立つんですよね。ちょっと難しいんですけど、以前の iPhone シリーズってプロと無印で結構差別化がされていたのが、今年の16の無印とプロはその差がかなり埋まっているというかね、ほんといい端末だなって思ってます。はい、そしてね、今年のアップデートの目玉でもあるカメラコントロールボタンですが、まあ、昨年に引き続きボタンが増えたので、来年はどのあたりにボタン増やしましょうかねって感じなんですけど、横持ちでの撮影体験っていうのがね、意外と思ってたほどではなかったというか、この感圧が慣れるまではうまく操作しなかったり、なんかね、ここでプクプクやってるんだったら、まあ、画面の方で設定変えちゃうよねとか、ズームも画面を1倍2倍5倍って変えるだけなんで、慣れ親しんだ操作感っていうところもあると思うんですけど、今のところこのカメラコントロールボタンに対するものすごい評価っていうのはできていないっていうファーストインプレッションですね。ぜひね、このカメラコントロールボタンの評価みたいなのをね、もし使っている方いたら伺いたいです。すごい、絶対あった方がいいねっていう方もコメント欲しいですし、なくてもいいよねって方もね、意見欲しいです。とはいえ、こうやって毎年挑戦的にね、機能変更してくれるアップルには素直にすごいなって思いますし、まあ、来年の進化がね、また気になるところですよね。まあ、今回はファーストインプレッションっていうところで、ちょっと内容は浅い感じになってしまったかもしれないんですが、もう少しね、1日2日、1週間ぐらいね、使ってみての感想、詳しい形でレビューしたいと思います。最近結構好評だったこの Pixel 9 Pro シリーズとかね、他の Android 端末と比べてどっちがいいのかとかね、 iPhone 15 Pro とどれくらい画質とかね、カメラ性能進化したのかみたいなのをね、引き続き検証していきたいと思います。そんな感じで今回終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。